スッダのものと思われる郷像、ナポリ国立考古学博物館修造、コルネリウス法は、共和制ローマ末期に、ルキウス・コルネリウススラによって定められた一連の法。紀元前82年、インテルレクスであったルキウス・アレリウス・フラックスによって、召集された、ケントリア民会で、法を定め、共和国を再構成するための独裁官に、選出された。スーダは、 過去失政官やプロコンスルとして行った行為すら批准され、将来を行う処置についても完全な権限が与えられた。彼は共和国を立て直すため、紀元前82年から翌紀元前81年にかけて数々の法を定めた。スッラの法のいくつかは、これまでプライトルールバノスやトレスイリカピタレスによって処理されてきた都市犯罪を特定、偽造などし、 政務官による、恐喝、横領の罪を定め、反逆罪についても新たな定義するなどし、そのための常設審問書、裁判所を設置しており、これまでの慣習による対応ではなく、ローマの歴史上初めてシステマチックに差し迫った状況に対応したものとみなす学者もいる。リストと、簡略な内容と、詳しい内容。スッラによる立法は、 トリブス民会やケントリア民会による承認を得た、公式の手順によるもの。失政官時代の法で破棄されたものも、独裁官時代に復活させているためこのリストに、含める。ポンペイアは、紀元前88年の同僚失政官、クイントゥス・ポンペイウスルフスのこと。コルネリウス・ポンペイウス法。政務官市民犯罪マリウスと金の相手にした。 内乱とその後のプロスクリプティオで大幅に数の減った元老院議員をこういう場を支給されたエクイテスから300人補充しているが、これは紀元前123年にガイウスグラックスが行おうとしたことと似ている。実際には300の定員割れしていた議員が600の新しい定員になるまで補充したと思われる。 プロスクリプティオで没収した資産の再配分もあり、解放奴隷1万人に対する完全なローマ、市民権の付与や、23個ローマ軍団退役兵への土地分配など、資産階級に変化が起こっており、新しくエックイテスとなった者たちの中には、地方のムニキピウム出身者や、新しく市民となったイタリック人も含まれていた。またスーッターは、 クアエストルの定員を20に増やし、クアエストル経験者の元老院入りを決めたが、元老院議員は、毎年20人前後亡くなっていたとも推定され、元老院を維持するためとみられている。エトルリアの諸都市は、マリウスとキンラを支持して最後までスーッラに抵抗し、最終的に、紀元前79年になってオラテルラへは降伏した。サルスティウスによれば、 多数の同盟士やラテン人がスッラによって市民権を取り消されているとされ、エトルリアだけでなく、スッラに抵抗したカンパニアやラキウムも含まれていたのではないかとする説もある。市民権を剥奪された都市は、ラテン植民地へ格下げされたと考えられている。ただ、紀元前57年に、キケロが、ボラテナエは、我々と同じく市民権を有しており、 しかもただの市民ではなく、最高の市民であるとしていることなどから、この処置は結局実施されなかったのではないかという説も、あり、紀元前70年に行われた内乱後初めての検出においてその地位が、保全されたのではないかとも考えられている。また、没収された領地の一部には、退役兵が植民してきたが、ボラテラへは、公有地とされた残りの元領地を占有していたものと、 考えられている。ありがとうございます。